ファリスは、フランスの競争馬、父ファロスと母カリシマの間に生まれた黒影のオスのサラブレットで、ある。マルセル・ブサックの傑作で、数少ない戦績ながら、フランス系馬史上最強の一頭と評価されている。ファリスは1939年5月、ノアイユ勝でデビューした。レースではスタートで出遅れる不利があったが優勝。陣営は、翌6月に行われる。 ジョッキクルブ賞への出走を決定した。ジョッキクルブ賞では、最後方を進み、しかも直線で震度を妨害される不りをかぶったが、そこから伸びを見せたハリスは、一気に先頭に立ち、二着に2バシン1、2のキサをつけて優勝した。同月末のパリ対象展でもレース中に、馬がバランスを崩し、騎手が落馬する寸前になる不利を、 かぶりながら、ゴールまで、残り400メートルの地点で体勢を立て直すと、一気に戦闘に立ち優勝した。パリ大賞点優勝後、ファリス陣営はイギリスに遠征し2000エプソムダービーの2冠を制したブルーピーターと、セントレジャーで対決する計画を立てた。しかし、第二次世界大戦の影響で、競馬自体が中止となったため計画は立ち消えとなった。ファリスは、 その後レースに出走することなく競争オーバーを引退し、1940年春からフランスで種ボバとなった。初年度の種付けを終えた直後、ファリスはフランスへ進駐したドイツ軍によって賠償として連行され、1945年までドイツ陸軍が所有する牧場でつなぎをされた。その間、フランスで生まれた初年度産区が大活躍し、 ファリスは1943年にフランスの2歳リーディングサイアーに、翌1944年にはリーディングサイアーとなった。一方、ドイツで生産された3区はアステルブルーを除き目立つ活躍を見せていない。1945年にフランスへ戻ってからの種ボバ成績も良好で、1951年から1953年にかけて3年連続で、 リーディングサイアーとなった。なお、ファリスを所有していたマルセル・ブサックは、ドイツ軍による連行への報復として、ドイツで生まれた、ファリス3区の出生証明書に、サインしないという行動に出た。そのことにより、ファリスがドイツへ連行されていた時代に生まれた3区は、フランスの血統書に登録されず、父馬 X と記載されることになった。ありがとうございます。